清吉本高校前駅は、長崎県北松浦郡佐々町中川ラ面にある、松浦鉄道西九州線の駅。2007年3月18日に上、佐々駅から解消された。単式一面一線ホームの地上駅である。無人駅で、駅舎はないが、待合室がある。待合室の壁画は、日本高校の生徒が描いたものである。当駅は、 テレビ東京の旅番組、田舎に泊まろう、における無人駅企画のロケ地になったことがある。佐々川沿いの谷がやや狭まったところにある。1日平均乗降人員は527人である。ホーム全体前期の通り、当駅はかつて、上佐々駅と称されていた。しかし、当駅とは、目と鼻の先に所在する長崎県立清を指 高等学校が2005年から2006年にかけて長崎県代表として3期連続甲子園に出場第78回選抜高等学校野球大会では準優勝を果たした数年前まで地方大会1回戦負けが当たり前だったチームが強豪校を次々と打ち負かした様にマスコミからは清吉本旋風と評され地元はこの会進撃に沸いたその後 町民やファンから、日吉本にちなんだ駅名にできないかという声が持ち上がり、2006年8月、佐々町長が日吉本高校前駅に名称変更するよう松浦鉄道に要望書を提出。これに対し松浦鉄道は前向きな態度を見せ、2007年3月18日に施行されたダイヤ改正にて、現在の駅名に改められた。 そのダイヤ改正から2日経った2007年3月20日には、当駅にて、命名式が挙行され、松浦鉄道社長や佐々町長、清本高の生徒など関係者、約50名が出席する中、新たに作成され、取り付けられた駅名標のお披露目などが行われた。改名から2年後、2009年の第81回選抜高等学校野球大会では、 同校野球部は高等手、今村武史を養子春夏通じて、長崎県制発の全国制覇を成し遂げている。松浦鉄道の駅には他に、佐世保市の長崎県立大学が近いことにちなんだ、大学駅があるが、それを除いては必ずと言っていいほど、駅名に地名が用いられている。上、佐々駅に関するカテゴリー。ありがとうございます。